どうも、かろうじて水谷翔です。今回はですね、僕の自宅に届きました、ウルトラ怪獣シリーズ5000のブルトンのソフビを、開封していきたいと思います。4次元怪獣ブルトン、身長60メートル、体重6万トン、宇宙からバロン砂漠というところに赤と青の隕石の状態で落下した宇宙怪獣です。初代ウルトラマンでは第17話無限へのパスポートに登場しました。シリーズで初めてウルトラマンと戦ったオブジェ型怪獣ですね、はい、大きさは500シリーズとはこんな感じ。ちなみに800円サイズとはこんな感じ。これが一番しっくりきますね。そしてなんといってもブルトンの持つこの独自能力ですね。4次元空間を自在に操ることができて、地上を走る戦車を空の上に転送したりとか、逆に空を飛んでいる戦闘機を地上に転送したりとか、いやー、あのシーンがやっぱり印象深かったですね。その他にも加速待機地を4次元空間に包み込んだりして、様々な不可解な現象を起こしたりしたんですけど、何分あの現象を言語化するのがとても難しいので、手段があればウルトラマン第17話無限へのパスポートをぜひ見てみてください。全体的な質感も、いい感じに造形は作られてますね。やっぱり500シリーズと違って、この体の各フジツボっぽい、穴の部分の長さとかが一個一個違うんで、そこがすごくいいなと思いましたね。あ、この角度なんかは一番いいんじゃないですか。オブジェ型怪獣なんで、ちょっと表現は難しかったと思うんですけど、スーツのこのシワの感じ、このあたりは非常によく表現されてますね。デザイン面でここちょっと気になったんですよ。なんかちょっとこの部分プリズマっぽくないですか。プリズマっていうのは、帰ってきたウルトラマンに出てきたオブジェ型の怪獣でして、それもまた強敵だったんですよ。で、このブルトンもなかなか、ウルトラマンに出てきた怪獣の中では強敵だったんですけど、なんかそこに似た雰囲気のパーツがあったっていうのをこのソフビで見て初めて知ったんで、あ、もしかしたらなんかプリズマをデザインするときに、なんかちょっとブルトンのこの部分を意識したのかなっていう、そういう発見があって、そういう意味では非常に面白いソフビだなって思いますね。こちらもスフィアソルジャーと同じく、可動箇所は全くございません。分割点も一応この辺りにあるみたいですけど、まあほとんど目立たない形になっていますね。ちょっとまあ白の割合が強いかなとは思いますね。ちょっとそこは気になるかなと思ったんですけど、まあただ造形面は、割といい感じに作られてますね。あと個人的に気になったのはこの底面ですね。ここがもうちょっと冒険してほしかったかなとは思いますね。この赤い部分って主に地面に接しているんですけど、それにしては富士壺部分が綺麗な四角形すぎるかなって思います。テレビ本編とかで見る限り、この部分って結構自重で潰れてたりするので、まあそういったくしゃっとした感じを、表現してくれてもよかったのかなーってちょっと個人的には思いますね。今回もご視聴ありがとうございます。いつもと変えて、正直な感想を添えさせていただきました。このウルトラ大怪獣シリーズ5000っていうのが、かつての800円サイズでは装備化されなかった怪獣たちを装備化しようというシリーズなんですけど、ここ最近はこのブルトン、そして次回装備化が予告されているパゴスがですね、すでに500シリーズで装備化されているっていうのもあって、個人的には5000シリーズで買うっていうお得感が薄れているように感じていたところでございます。ただね、5000シリーズは今後とも応援していきたいなって思いますし、パゴスの次はまだバンダイで装備化されていない怪獣をぜひとも商品化してほしいなって思います。個人的にはオイルドリンカーとかガメロットをしたいと思います。皆さんのウルトラ大怪獣シリーズ5000で装備化してほしい怪獣ありましたら、ぜひコメント欄とかで教えてください。一緒にウルトラ大怪獣シリーズ盛り上げていきましょう。また次回もぜひうちのチャンネルに遊びに来てください。それではお先失礼します。